藍染レンジは、クボタイトによって創造された、ブリーチシリーズの中で、ダイナミックで記憶に残るキャラクターです。五定十三対第六部隊の注意であるレンジは、反抗的な一面を持ちながらも、深い忠誠心を抱く死神です。彼の流行外の厳しいストリートキットから霊界の交換へと至る旅は、彼の決意と意欲の証です。レンジは、燃えるような赤い髪、独特のタトゥー、 そして強い個性で知られており、しばしば激しい状況に巻き込まれます。彼の荒々しい外見にもかかわらず、レンジは強い正義感を持ち、友人たちを心から大切に思っているため、シリーズの中で愛されるキャラクターとなっています。レンジのキャラクターは、彼と幼馴染のルキアクチキが生き残るために苦労した流行外での謙虚な始まりによって形成されています。この厳しい育成環境は、 彼らの間に深い絆を育みました。その絆は、シリーズを通してレンジの行動や動機に影響を与え続けています。彼のルキアとの関係は、レンジのキャラクター成長の感情的な核の一つです。厳しい幼少期の状況にもかかわらず、レンジはいつもルキアを尊敬し、彼女を守る決意を固めていました。彼の彼女に対する感情は、深い友情と口に出せない愛情が入り混じったものであり、 彼の多くの決断を左右しています。彼女のそばに立ち、彼女を守るために十分強くなりたいという願望もその一つです。レンジの死神としての旅は、力と自己改善への必要な追求によって特徴づけられています。彼の決意は、魂の死神がその残白刀、つまり霊的な剣を使って達成できる最高の力である深海を目指す訓練において最も明らかです。レンジの残白刀、ザビマルは、 彼の激しくて執念深い精神を反映しており、視界と戦いの両方の形態で強力な武器に変わります。戦いを達成することは簡単なことではなく、レンジの厳しい訓練と強い意志は、彼が無鉄砲で頑固な戦士から、より規律ある強力な戦士へと成長したことを示しています。彼の戦い、特に黒崎一護や朽木白夜のような強力な相手との戦いは、 彼の成長と限界を克服しようとする決意を際立たせています。レンジのキャラクターの成長は、彼の上司である白夜くんとの関係の変化によってさらに強調されています。最初は恨みとライバル意識に満ちていたレンジの気持ちは、彼がキャプテンの動機や強さをより深く理解するにつれて変化していきます。時間が経つにつれて、レンジは白夜を尊敬するようになり、彼から学ぶことで、 より成熟し落ち着いた死神へと成長します。この成長は、レンジのキャラクターにおいて重要な側面であり、彼が反抗的な部下から、義務や名誉、そして大切な人々を守ることの重要性を理解する忠実な注意へと変わっていく過程を示しています。ブリーチにおけるアバラいレンジの旅は、自己成長、友情、そして力のリレントレスパースートに満ちており、彼を魅力的なキャラクターにしています。 その精神と決意は深い印象を残します。